皆さん、お疲れ様です。スターライトと申します。はい、今回ですけれども、先ほど、ほんま先ほどなんですけれども、初級試験の、はい、結果が届きましたので、今回もちょっとね、見ていかしていただこうかなと、思っております。うん、というところで、早速行きましょうか。はい、では、まあ、自分の順位はまあ、例によって、うん、例のごとくというか、うん、あまあ、100連勝というか、100勝ですね。うん。ところで、今回も、終えております。うん、まあ、個人報酬、一応すべて取り切るというところは、まあ、最低限の目標、まあ、っていうか、その最低限の目標しか達成できてないというところなんですけれども、まあ、いつかはね、はい、いつかはちょっと頑張りたいなっていう気持ちが、いつもあるんですけど。全然、ここからね、脱出できないんですけども。またね、タイミング合えば、もう頑張って、もういつもそれ言ってるよな、とか思うんですけど、お恥ずかしながら、はい。はい。まあ、というところで、順位ね、見ていきましょう。まあ、今回も結構、上位の方々は、結構高ポイントというか、まあ、最近の昇級試験自体が、ポイントがね、すごい高いことになってるんかなという印象の中、はい、1位、ですね、ベップさんですね。はい。この方、あれなんですよ、結構ずっとね、入賞されてる方で、ミラティブですとか、まあ、あとはまあ、結構自分も仲良くさせてもらってまして、はい。そのナルコレの、グループみたいなので、まあ、ディスコードっていうアプリで、まあ、みんなね、ワイワイしながらというところもあって、まあ、特に、このベップさんという方とは、仲良くさせていただいてるんですけれども、まあ、いつもその入賞してるときは、まあ、ちょけてね、ちょっと名前間違ってみたりとか、あえてスルーしてみたりとか、はい。まあ、そんなことをね、ずっとやってたわけなんですが、まあ、今回はね、はい。1位というところで、もう本当素直に、素直に、本当にすごいな、というところで、おめでとうございますと、はい、言いたいかなと思います。本当にお疲れ様でした。おめでとうございます。もう本当は頑張ってる姿見てたんで、自分のことよりちょっとね、嬉しいかなというような、気持ちになってるんで、はい、ここは素直にね、まあちょっとね、照れくさいっちゃ照れくさいんですけど、はい、言いたいなと思います。おめでとうございます。で、そして、はい、来ておりますね。2位に柳さん。結構ポイント的にはもう近い。ね、最後までね、二人がすごい熾烈な争いを繰り広げて、いたのかなというような、うん、感じなんですけれども、柳さんですね。2位おめでとうございます。お疲れ様でした。そして3位、ハッピーさん。おめでとうございます。うん、11回目になるかな、うん、入賞ですね。まあ、無理せず。頑張ってください。はい、おめでとうございます。お疲れ様でした。そして4位は架空さんおめでとうございます。あ、そして5位に、なるさんが入っておるというところで、うん、おめでとうございます。結構ミラティブもお邪魔させてはいただきましたけれども、こんなに上がっとったんやね。おめでとうございます。お疲れ様でした。そして、サスケさんはサスケさんかな。おめでとうございます。お疲れ様でした。はい、ね、ポンクロさん、おめでとうございます。お疲れ様でした。そして、9位、サクロンさん、おめでとうございます。サクロンさんも、すごいですね。ほんまにすごいと思う。うん。おめでとうございます。お疲れ様でした。10位、レイさん、おめでとうございます。そうやな。13位、トゥアイスさんも、この方もそうかもしれません。ございます。お疲れ様でした。そして、14位、ソウキさん、おめでとうございます。15位、ワさん、おめでとうございます。16位、阿部野さん、おめでとうございます。19位、アイスラッカーさん、おめでとうございます。先日は、ありがとうございました。おめでとうございます。お疲れ様でした。そして20位、最後尾さん、おめでとうございます。お疲れ様。もうこの辺の子はもうほんま、常連ですよね、常連。もうほんとすごいなと思います。21位、辰巳さん、おめでとうございます。そして22位、八神さん、おめでとうございます。そして24位ですね。夏目さん、おめでとうございます。お疲れ様でした。夏目さんも結構入ってらっしゃるよね。26位の方も、ごめんなさい。おめでとうございます。お疲れ様でした。28位、レイラさん、おめでとうございます。29位、クリスタルさんかな。おめでとうございます。30位、りょうさん、おめでとうございます。あとは、どんな感じかな。あ、ペイヤンさん、35位、おめでとうございます。36位、イルミナティさん、おめでとうございます。お疲れ様でした。
あとは、青色さんおめでとうございます。39ですね。39のビビさんですね。おめでとうございます。これ39ですか ?3 人もおめでとう。すごいな。おめでとうございます。どんどんさん42おめでとうございます。40歳マッサンさんおめでとうございます。お疲れ様でした。青リンポスさん46位おめでとうございます。んなもんかな。そうですね。ツイッターフォローいただいている方を中心というか、まあ、うん、絡みのある方を中心にさせていただいているんですけども、もし、飛ばしてしまってたら、本当申し訳ないです。言っていただけたら、なんとか覚えてるんで、すいませんが、よろしくお願いします。まあ、というところで、第51回昇級試験ですね。見事、はい、1位、まあ、初ですよね、初。うん。1位取られたベフさん、本当、おめでとうございました。まあ、繰り返しになりますけども。まあ、こんなもんでいいですかね。はい。はい。というところで、人気順もちらっと見ときましょう。やっぱりこの、うん、絆なるさですね。はい。難民なんであまりもう触れません。そして、神のなると、そしてここにやっぱり、マダラが出てきてるんですね。まあ、このマダラが、まあまあ、最近というか、まあ、うん、直近で出たマダラなんですけども、やっぱり自分というか、味方にいる分に関してはすごいいいみたいですね。うん、みたいですねっていうのは、自分が持ってないからなんですけど、話聞くところによると、うん、やっぱり使う分に関してはすごい便利みたいですね。やっぱり、なんかいろいろあるんでしょうね。なんで、まあ、この辺で順位が入ってるんやと思うんですけども。個人的には、カカシですね。紙のカカシ入れてた、っていうところもあって、うん、このマダラが出てきてくれるのは、相手側に出るという意味では、うん、ちょっとまあ、良かったというか、うん、まあ、楽な展開に持っていける可能性が、高い感じやったかなというような印象であったんですけども、うん、3位ですね。で、4位の長江級の、ナルサスね。うん。で、奇跡のナルト。もうこの辺もやっぱ、奇跡ナルトってやっぱ、強いんやね。自分は解放もね、まだ知ってないんですよね。うん。でも結構ずーっとこの辺の順位におるんで、やっぱり強いよねっていうところ。6位のサスケ。まあ、これもね、うん、やっぱ強いね。うん、サスケじゃない。ナルトに対してもやっぱ強いですね。この辺に来るかなというところ。で、暁キラーのセニナルト。破信のイダチ。まあ、これは自分使ってましたね。これは破信くらない。神かな。神かぐやかな。うん、と、滅のイダチ。破信のナルト。で、これですよね、このペイン。12位の破信のペイン。これがね、今回の、昇級試験を語る上ではちょっとね、見逃せないところなんかなというところで、個人的にはそう思うんですけれども。まあ、厄介やったね。うん。こっちに新人がおったからっていうところもきっとあるんでしょうけれども。まあ、厄介やった。まあ、地形をね、耐えた時に、張り替えられるっていうところが、確定で出るんで、かつ、キャンセルかかる。うん。それで、かつ、この子もスタンバイからだな、なんていうかな。なんかあったよね。なかった地形張った時だけが。地形張った時は最高度じゃなかったかな。どうやったかな、うん、違うかもしれん。ごめんなさい。うん。わからん。っていうのもあって、うん、この子が出てきた時が、負ける大ピンチっていうところが何回かありましたね。なんで結構、手強かった。結構皆さん、神を編成していらっしゃる方は結構おると思うんで、うん、このペインに手を焼いた方は結構いらっしゃるんやと思うんですけれども、うん、しんどかったかな。で、この、神の糸地、うん、強いよね。そして、宋の、桜、背になると、破信のサスケ、うん、破信の翡翠で、神の畑かかしですね。これは自分使ってましたね。うん、まあ、火力ないんですけどね。火力ないんですけど、やっぱなんだかんだで、うん、いろんなところをカバーできるキャラかなとは個人的には思います。で、この帯と、疑惑の帯と。いや、ほんまね、あれでしょ、これ低確率でしょ、低確率。これ、この子の低確率は、超高確率やと個人的には思うんですけど、皆さんいかがですかね、ほんと。ほぼほぼ入る、封印が。はい。うん。なんかその、入ったら、入った思って、余計に、こう、印象に残るからっていうのももしかしたらあるかもしれないんですけれども、うん、その辺さっぴいても、低確率ではないような気がする。うん。その辺はね、持ってないというか、その編成してない相手が出てきた場合の封印っていうところは、もう結構手を焼くんですよね。うん、
まあ、スキルをね、食らって、落ちるというか、まあ、ピンチになるかというと、まあ、そこまでではないんですけども、なぜめんどくさい。っていうのが印象ではあります。で、そして最後に、神狂乱の姿勢。そうですね。自分もこれ使っておりました。だから、自分の場合は、発信のイタチ、神のカカシ、神の姿勢という形で、まあ、前回の動画かな、紹介させていただいた分で、はい、頑張っておりましたけれども、一応100、まあ、100連勝ですね、これは。うん。というところで、今回の第51回昇級試験は、まあ、終わってるわけなんですけれども、皆さんもいかがだったでしょうか。もう本当ね、冒頭でも言ったんですけど、昇級試験、ポイントですよね。まあ、50っていうか、その、入賞ラインっていうところは、もしかしたらそこまでは変わってないんかもしれないですけど、1位取ろうと思ったらね、本当、1.5 倍とは言わんかな。うん。まあでもほんまそれぐらいいってるんちゃうかっていうぐらいの、上げ幅で、ポイントがね、1位になるためには、まあ700万ぐらいは必要、700万かな。うん。そんなも必要になってくると思うんで、大変ですよね、ほんと。今回もそうですよね。今回も、ちょっと待ってくださいね。今回もそれぐらいのポイントやったと思う。一重100、千万、十万、百万、千万ね。740万ね。なんで、まあ、それぐらいが今後がボーダーというか、トップを狙うにはそれぐらい頑張らんといかんというところではあるかなと思います。はい。というわけで、その昇級試験、やってる最中に、まあ、皆さんミラティブ配信ですとか、皆さんで盛り上がりながらやるっていうのがね、やっぱ、この、まあ、4日間なんでね、もう長丁場なんで、もう体力的にも精神的にもね、きついところはね、もう特に上位を狙ってる方々に関してはあると思うんで、まあ、そういった中でも、そのナルコレをやってる横のつながりを利用して、みんなで楽しんでやっていこうっていう、まあ、その中でもちょっとね、ライバルというか、対抗する仲間もおり、っていうような形で、やっていったっていうところが、まあ、このナルコレの昇級試験を、やっていく上では、まあ、楽しみの一つなんじゃないかなと、いうところで、真面目なこと言ったところで、はい、今回の動画はここでお開きとさせていただきたいなと思います。最後にご視聴ありがとうございました。ベープさん、おめでとう。